こんにちは、ことさんバスの池内です。久しぶりになるんですけど、堺出市の、循環バス、市内を走っている循環バスの、バルーンバスを、この7月の20日から、実施することになりました。スマイリーバルーンのカオリン先生にも来ていただいてます。じゃあカオリン先生どうぞ。はい、じゃじゃじゃーん。こんにちは。こんにちは。今回のバスはどういう特徴のバルーンバスになりますか？はい、今回はですね、夏をテーマにさせてもらいました。あとコロナに負けないということで、アマビエのバルーンも作りました。結構このアマビエちゃんですけど、はい、カラフルで、はい、大きいサイズになりますけど、だいたいどのぐらいのサイズになるんですか？サイズはですね、多分1メートル20ぐらいはあるかなと思います。あの子供たちにも多分親しみやすいようなアマビエちゃんになってますね。そうですね、カラフルにしたらちょっと可愛らしげになるかなと思って、いろんな色のバルーンを全部使って作りました。カブトムシとスイカ、そしてですね、シャチとかイルカの風船も飾ってます。その他夏にちなんだバルーンをたくさん飾らせてもらってますので、よかったらバスに乗って夏を満喫していただけたらなと思います。今回もですね、お客様に先着でバルーンをプレゼントさせてもらいますね。はい、7月の、23日の海の日にと、あとはあの8月の10日の山の日に一応プレゼントありますかということで、運転手さんの方に、申し出いただければ、先着10名様ですけどプレゼントこちらの方を渡したいと思います。循環バスなんですけど、7月の20日今日からですね、8月の20日まで堺出市内をぐるぐると回ってますので、ぜひご乗車ください。あとはバスの車内なんですけど、コロナ対策もしっかりしておりますので、安心してバスにご乗車ください。アマビエちゃんともどもお待ちしてます。